はい。こんにちは。ありがンうございました。次発表されました。正式発表されました。KTDI より、えー、Galaxy S20 シリーズの最高峰、S20 ウルトラ、発売決定というところですね。7月の3日より予約受付とかだったかななんですけど。 出ましたね。あのー、ちょっと前からね、えっ、ー、と、まあ、認証期間の通過っていうところから、まあ、どうやら日本国内においてもね、KDDI から S20Ultra が出そうだよって話は私もしてましたけども、まあ、現実になったというところです。まあ、そもそもで認証期間通過してるんで、 もうほぼ確実だっていうところでしたね。まあ、なんか特別なことがない限りキャンセルはないだろうなっていうふうに思ってましたけども。まあ、これ出たというところで、あの、待ち望んでた方ももちろんいると思います。えっと、まあ、 グローバルではもう既に発売されてたわけですけども、しっかりとその日本のローカライズまたはその技的っていうところも気にしてね、あの、そういったところでまあ、こちらをね、待ってた方もいたと思うんですよ。S20 シリーズの最高峰ですから、あの、最高峰のスマートフォンが欲しいんだと。ね、いう方にとってはこれはもう朗報かなっていうふうには思いますし、あの、まあ、総合的に見ても、 まあ現状でこの日本国内において発売、まあ販売、まあ、厳密にはまだ S21 だれたらまだですけど、発売される、えっ、ー、と、スマートフォンでは、まあ、1位でしょうね。総合スコア1位でしょう。えー、あの、それはその、なんだろうな、もちろんスペックっていうところも,もちろんそうなんですけど、しっかりと日本にローカライズされてるっていうところもそうですし、あとはまだまだ日本ではその、なんていうんですかね、 うーんまあ、整ってないけども、5G っていうところの観点から言っても、あの、しっかりとミリ波に対応してたりとかっていう、まあ、結構、あらゆる点でっていうのを、もちろんその、この S20 ウルトラよりも優れてるよねっていう、まあ、機能だったりとか、まあ、そういうのがあるスマートフォンもちらほらあるんですけど、総合という形で見ると、この S20 ウルトラが1位なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。まあ、好き嫌いは別にして。 ただ、その、今言ったように、俺はあんまりこのデ,デザインがあんま好きじゃないんで、デザインがあんま好きじゃないんでっていうとこですかね。あとですね、まあ、あのー、人によっては日本国内ではやっぱりお財布携帯は使っていきたいのよね、という方もいらっしゃると思うんですが、この S20 u l t r a の KDDI 版はお財布携帯には対応してないというとこなので、 そこら辺はですね、結構その、まあ、購入するにあたってですね、迷う、悩む方もいるのかなっていうふうには思います。価格としては16万6千円ぐらいですかなので、個人的にはですね、思ってたよりも安く出してくれたなっていうふうには思います。で、まあ、いろんなですね、値引きとかっていうのを活用したところでの、まあ、実質価格でも10万円切ってるので、 割と購入しやす少ないっていう風なところですかね。で、あのー、まあ、Z フリップとかですね、私こう使ってきてる人間として言わせていただくのであればですね、まあ、ギャラクシーの中で買うんだったらこれでしょという風に思いますし、またその、なんだろうな、折れ曲がるというところをね、考えて Z フリップ迷ってる方、いや、あの、Z フリップよりもだったらフォールドにしておきなさいっていうところです。<laughs> Z フリップはね、 俺自身あの使っていて、あの何度か動画の中でも言いましたけども、ものすごい未完成感が高いのと、あとはですね、スペック的にも物足りなさっていうのは感じるので、スペック重視であれば S20Ultra であるし、ま折、あ、れ曲がるディスプレイを使ってみたいっていうところであればフォールドだなっていうふうに俺は思っていて、Z フリッ p はおすすめしません。はい。Z フリップに払う金があるんだったら S20Ultra を買うべきだと思います。 はい。っていうとこですかね。まあ、あの、あとはね、まあ、ちょっと昔の話になってしまうんですけど、Xperia Z ウルトラ。ね。あの、この大画面のスマートフォンでしたよ、当時。で、まあ、防水防塵でスマートに使えるっていうところが、まあ、売りの一つだったわけですけども、そういったところでもですね、このまあ、S20 Ultra うん。あの、ちょっと横幅はですね、S、あの、Z ウルトラよりも画面の場合はね、ちょっと狭いかもしれないですけど、6.9インチっていう大画面ですよ。で、解像度に関しても 3K ですから、もうこの大きなディスプレイを、うん、なんていうんですかね、縦横無尽。縦横無尽という言い方はちょっと間違ってるかもしれないけど、まあ、あの、がっつり使っていける。はい。 ここら辺もいいのかなっていうふうに思いますし、まあまたもちろんね、カメラですよね。うん、現状で、あのー、まあ三大キャリアからですね、発売されているスマートフォンで言えばダントツのカメラ性能だと思います。はい、あのー、もう、ギャラクシーも、 一昨年ぐらいまではですね、例えば夜間撮影にはまだまだファーウェイには劣るよねとか話ありましたけども、去年から力入れ始めてました。ね、ナイトモードっていうところではものすごい力入れてましたし、またそれが今年からはですね、その動画性能っていうところにもものすごい力入れてきてるので、結構その、まあおと前までその苦手、まあお苦手とは言いつつもですよ、苦手とは言いつつも、でもダクソの方ではそのファーウェイとトップをこう、ね、 こう、争っているぐらいなんで、言ってしまえばト,トップレベルの争いですよね。うん。トップレベルの争いしたわけですけども。な、まあ、それがさらに磨きがかかってるというふうなとこですわ。うん。まあ、心配な点としては、こうなってくるとバッテリーですかね。5000ミリではありますけども、個人的にはあの、今までのギャラクシーで、 ちょっとバッテリーに満足、バッテリーの持ちですね。に満足したギャラクシーっていうのは、ちょっとあまりないので、<laughs> あまりないんでね。そこら辺がこの S20 ウ t トラで、さっき言ったら大画面、高解像度のディスプレイを持ちつつ、で、めちゃめちゃパワーを持ったまあ、SOC を搭載しての、まあ、カメラもものすごいというところになってます。これで、 5000ミリで果たして満足のいくようなことになるのか、どうだろうなっていうところではありますかね。ちょっと、あの、心配ないように、本当は動いてほしい部分ではありますけども、懸念点としてはそこ。5000ミリ積んでいても、このギャラクシーはし大丈夫なのかい持つのかいっていうところがですね、ちょっと心配ではありますかね。うん。 あとはですね、この S20 ウルトラはグローバルで発表されているものとしてはですね、ストレージがでかいものも発表されてるんだけども、日本国内においては128ギガ版なのかなっていうところなので、まあもちろんその外部ストレージには対応してはいるんですけども、まあその1億800万画素ですから、カメラは何といっても。で、またその動画性能も素晴らしいとなっているところにおいてね、まあ、要は 8K 動画が撮れちゃうからね。 そうなってるところにおいて、ちょっとこう、ストレージに関しては、えっ、ー、と、毎回毎回そのスマートフォンは、なんていうんですかね、別にその、えー、マイクロ SD とか買う必要もないという方も、ちょっとそこら辺も考えておいた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。いつもの感覚で写真や動画を撮っていくと、まあ、いくら最近はですね、クラウドストレージがあるとはいえですよ。うん、あるとはいえ、ちょっと とね、え、ね、あの、外部ストレージで、あの、継ぎ足すことも念頭に入れといた方がいいんじゃないかな、っていうふうには思います。何にしても、これね、あの、本当に、買われる方は、まあ、ちょっと個人的には羨ましくも思いますし、なんかその、もう、なんて言うんだろう、心に決めてる人はね、もう今から言ってきます、おめでとうと言っておくところですかね。うん、あの、Z フリップと、 S20 ウルトラでな、もし悩んでる人がいるんだったら、それは間違いだ。S20 ウルトラにしときなさい。<laughs> で、どうしても本当に折れ曲がるディスプレイをしたいんだったら、ギャラクシーフォールドの方がいい。俺あの、Z フリップはおすすめしませんから。うん。おすすめしないんで。えー、あの、S、Z フリップに、 出せるお金があるんだったら S20 グルトラ、もしくはもうちょっと上乗せでフォールドにしときなさいっていうふうになります。えー、まあ、俺自身は、あの、Z フリップには満足して使ってはいますけども、まあ、ちょっとそこはですね、まあ、一般の人とはだいぶずれた感覚で捉えてますから。うん。だいぶずれてる感覚でやってるので、あの、 まあ割とちょっとライト寄りな、まあライトな人がその S20 ウルトラのスペックが必要かっていうと必ずしも別に必要じゃないんだけども、でもそれでもいいものと言われたらそこに惹かれるわけじゃないですか。ね。であれば S20 ウルトラですよというふうに思います。で、これはその他のスマートフォンの時にも言ってますけども、フラッグシップが 要はその、あまりその、なんだろうな、スマートフォンをガリガリ使わない人にとっては、フラグシップである必要ないよねっていうような話も一部ではあるんですけども、俺はそれはもうどうでもいいと思ってます。はい。どうでもいいと思う。だってそのデザインだったりとか、その、例えばこのエスティメント2でだったらその大きさですよね。ディスプレイの大きさとか、そういったところで惹かれてる部分もあるでしょうし、そこまで写真にはこだわらないよって言ってても、 まあ、いいものだよって言われたら、そっちに惹かれるパターンもあるわけですよ。ね。未来のことはわかんないです。だけど、やっぱだからそこに対して、こうやってアベレージがものすごいあるっていうスマートフォンを自ら選んどくってことはですね、何かあった時に、そこにも挑戦していけたりとか、もしくは、新たなですね、楽しみがそこからですね、自分に得られるかもしれないですよ。 ね、今まではそんなにゲームはやらなかったけども、S20 ウルトラの大画面で美しいディスプレイを見た時に、ゲームちょっとやってみた。子供から孫から進められたゲームをちょっとやってみたらも、ものすごく楽しくてハマっちゃったんだっていう方も出てくるでしょうし、カメラに関しても今までね、そんなにこうこだわって撮影しなかったけど、ちょっと構えてみたらいつもよりもめちゃめちゃ綺麗な写真撮れちゃったのよと。 これは写真撮るの楽しくなるんで、そういうパターンも絶対あるんで、うん、絶対あるんで、これはね、その、自分自身で何かやるということをしっかり把握して、あえて、スペックの低いものを選ぶ人だったら全然いいですよ。いいけども、何も考えないで使っていくっていうところを考えた時には、ハイエンドなものを選んどいたら間違いないんですよ。 繁栄ならもの持っときなさい。と。ね、お金があるんだったら持っときなさい。え、ね、え。あの、お金がないとか、自分にはその、そこまで別に、もう、もう最初から,花からする気は元ないですっていう方はもう別にそう、そうやんなくていいから。ね。ちょっとでもなんか自分で楽しむことがもしかしたらあるかもしれないとか、ね、そこに金は別にいとまないですよ、と。だって毎月これ分解、分割したらさ、 何最高で何回分割ですか ?36 回ですか ?16 万6千円を36回分割でいいんですかものすごく安くなりますよ。<laughs> それでいいのであれば、もう買っちゃいなさいよ。っていうふうに個人的には思います。そうやってね、メーカーを支えてあげてもいいんじゃないでしょうか。はい。あのー、あの人には、 この人にはそのスペックは必要ないということをですね、時々言う人もいます。ね、例えばお前なんかどうせ SNS やって、なんかちょっと LINE やるだけだろうと、だったらお前それ必要ないよっていう。俺はね、そこはちょっとね、もうおこがましいと最近思っていてですね、もしかしたらやりたくなるかもしれないんだから、ね、その人のもう財布事情で、あ、じゃあこれぐらいのものを買っとけばっていうふうにするべきなんじゃないか 君はそれ必要ないから、こっちにしておきなさい。それはもうおこがましいです。はい。出せるんだったらどんどん金出して、買っちゃってよ、と。いうふうに俺は思いますね。で、まあ、ここでちょっと残念なのはですね、やっぱりその、ドコモだったりとかソフトバンクを使っていた人は、うわ、KDDI からしか出ないのか、と。いう方もいるでしょうね。まあ、このチャンネルをね、見てる方々は、 まあ、その、回線契約なしで、KDDA から買っちゃおうっていうふうにね、思っている方も少なからずいるとは思いますけども、まあ、普通にね、自分のところの、まあ、あのー、キャリアからですね、えー、まあ、S20 ウルトラが出ないというところは、ちょっと残念に思っている方もいると思います。まあ、ソフトバンクからはもうほぼ確実に出ないものなんですけど、まあ、ドコモユーザーですよね。 まあだからそういうところにおいてはね、あの、個人的にはあの、サムスンは、あの、ギャラクシー原宿みたいなものもやったりしてますから、本当だったらシムフリーでも販売してほしいなっていうふうには思ったりするんですけど、で、しかも、その、シムフリーね、ギャラクシー原宿で売ってるようなシムフリーのやつは、そのストレージ最高峰の512ギガ版とかで、うん、あの、KDDI のものよりももちろん高くはなっちゃうけども、売る、みたいなのは、 やってくれてもいいんじゃないのかなっていうふうに個人的に思ったりするんですが。ええー。まあ、あのー、どこもソフトバンクユーザーの方は、あの、KDDI のものを、まあ、回線契約なしで買うか、海外通販で手に入れるしかないというところになりました。まあ、もしくはまあ、なんだ、フリマアプリとかで出回るの待つのかな。<laughs> わかんないけど。まあ、だったら海外通販で買っちゃった方がいいんじゃないのと思いますけど。 まあ何しても、あのもうすでに心に決めてる方、ね、再びちょっとね、言せていただきますけど、おめでとうございます、というところですかね。あの、デザインは好きじゃないんですよ。この S20 シリーズ、うん、S20 シリーズのこのギャラクシーに関してもうちょっとね、サムスンデザイン最近サボりすぎじゃないっていうふうに思ってきている手前もありましてですね。 特にこの S20 ウルトラに関しては、うーんっていう感じではあります。あの、もう来年の話をしちゃって、気が早いですけども、S30 なんかでは、もうちょっとですね、力入れてほしいと。そうしていかないと,と危,危ないんじゃないっていうふうに個人的に思ってるので、あの、ぐらいなんですけども、 あのスペックだったりとか、機能だったりとか、そういったところで見ると、この S20 l t r a はすごく魅力のある端末だなっていうふうに個人的には感じてますし、さっきも言ったようにね、思ってたよりも高くなかったっていうふうにもう、俺の感覚値ですよ。まあ、16万6千円を見た瞬間にそうなってるっていうのが、おかしいんだけど、本当だったらね、今までの数年前のスマートフォンの価格から考えると、もう3倍ぐらいになってるからさ。 おかしいんだけど、でも、もう <laughs>、そう、そういう時代なんで、うーん、ああ、意外と安いなっていうとこと、このスペックどっていうか、結構いい玉図だとは思いますよ。うん。俺もやっぱ、あの、デザインはやっぱりちょっとあれだけども、惹かれてる部分は多々あって、使ってみたいっていうふうに思っては、 いるんですけどね。まだからそういう意味で本当にあの、今もう購入を心に決めてる方はですね、俺はもう賞賛を送りたいなというふうには思ってますし、もうあのー、多分多少不満は出てくるかもしれないけど、もうそんなこと関係ない楽しさが待ってるだろうというふうには思います。ディスプレイの美しさ、パワフルさ、カメラの凄さ、 あそれであって、しっかり防水防塵だったりとか、いうところがありますから。まあ、お財布はちょっとあれですけども。だから、本当に総合1位のスマートフォンをですね、手に入れるっていうのは本当におめでとうだなっていうふうに思います。はい。ということで、えっ、ー、と、なんか発売決まったよっていう、本当は端的な動画なのにで、なかなかテンション上げて話してしまいましたけども、えー、正式に、 ギャラクシー S20 ウルトラ、日本投入となりました。というところです。また見てな。バイバイ。